ジェネラル HHR ノルドスペシャルは第二次世界大戦時にアメリカ合衆国が実戦投入した B-29 戦略爆撃機の1機。機体番号42から6365。アメリカ陸軍航空軍の第20空軍霊下の第20爆撃軍第58爆撃団第468爆撃軍第794。 795爆撃隊に所属し、後にソビエト連邦に露獲されて、つマイナス4戦略爆撃機の原型となった。製造は当時アメリカ政府からボーイング社にリースされていたカンザス州一田工場。機体名は1942年この工場を視察したヘンリー・アーノルド中将に由来し、同工場の労働者の希望によって命名された。 1944年11月11日、ジェネラル HHR のレドスペシャルは、長崎県大村市の大村海軍航空省を目標とする大村空襲に、両機95機と共に参加した。この任務において被弾し、人と損傷のため燃料不足となり、生徒基地まで帰還できず、ロシアに向かうとの通信の後、ウラジオストク付近に不時着した。 当時対独戦のためのレンドリースポーに基づく戦略爆撃機 B-29 の提供をアメリカに要請し断られていたスターリンは日ソ中立条約を理由としてジェネラル HH アーノルドスペシャルを接収。基調ウェストン H プライス隊員、副総重視、ユージーン・ルーター・フォード中尉、広報士官、エド・モリソン中尉以下上院11人もソ連に抑留された。 1945年1月、上院は秘密裏に釈放されてヘラン経由で、アメリカに帰国したが本機はソ連に没収されたまま、返還されなかった。1945年6月6日、空軍中将、アレクサンドル・ゴロワノフの提案を受けてスターリンは、スポレフを長とする、スポレフ設計局に、B-29 のコピーを命じた。この時点で、 ソ連には4機の B-29 が捕獲されていたが、そのうちの1機であるケート・ポーマットは事故によって失われており、飛行可能な状態で存在したのは3機だった。ジェネラル・ HH ・アーノルド・スペシャルの他ソ連に捕獲されていたのは第462爆撃軍第770爆撃隊に所属した。 ランプトランプと第468爆撃軍第794爆撃隊の両機であった。リングハウの2機であったが、このうち、ランプトランプはデータ収集のための試験飛行用として使用され、リングハウは解体調査の予備機として保管されることとなったため、ジェネラル HHR のレッドスペシャルが解体調査された。解体調査は、モスクワ中央飛行場において行われ、 ジェネラル HHR ノルドスペシャルは部品単位にまで分解された。解体された10万個以上の部品は綿密に調査され、複製されて大量生産が開始された。ツポレフラはこれら複製された部品と一部ソ連オリジナルの部品から設計を行い、1946年の夏、スマイナス4が完成した。ビチタ工場で製造された、 B-29 は1634機で、ジェネラル HHR ノルドスペシャルは、その1機で、同工場で製造された175番目の機体である。ソ連による解体調査の際発見され今日まで内容が伝わっている。マキヒデオ、開発と、各型、ボーイング B-29 ナ、no. ンバー52、分林道、世界の傑作機、2002年2月5日。 1995からご飯第3冊21ページありがとうございます。